どうも、こんにちは。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。ロトセブンの予想をしたいと思います。ロトセブン、この前1桁が5つ出てるから、かなり予想は難しいねんけど、したいと思います。まずは1からやけど、1ここ最近3回出てるから、多分1は出ない。来る確率は低い。続いて2。2は、間の数字か、まあ来る可能性はあんねんけど、3から2っていうパターン。だから、まあ入れとこか、2。候補数字に入れて、次3か。3はどうやろな、引っ張り？やけど、ロト6は結構引っ張りがあんねんけど、ロト7はどうやったかな。3の引っ張りが、ないな、見た感じ。だから3ないかな。次4。4も連続か。引っ張りが1回だけあったんかな。多分。だから4出る可能性はなくはないんやけど、ただどうやろうな。僕的には可能性は低いかな、4。次5。5はない。2回連続出てるから、出る確率は低い。そして6。6もそうやな。ロト7では引っ張りが1回もないよな、確か。統計取り始めてから。本数字では確かなかったはず。ボーナスではあんねんけど、本数字では6はなかったから、可能性は低い。次、7。7は2回前に出てるから、可能性は低いかな。そして、8。8は7から8っていうパターンか。そのパターンが多いからな。7出てないし、ちょっと可能性はないかな。それ2回前に出てるし、9は9もないな。いやー、今回めっちゃ予想が難しい。ロト71桁5つ出てるからめっちゃ難しいんやけど。次10。11から10っていうパターンか。10はロト7出てる回数が少ないから、僕は可能性は低いと思うな、10は。だから10はやめて、11。11は来る可能性がある。引っ張りが11が多いから入れて、次12。12やねんけど、ここ最近2回連続出てるから、それから考えたら可能性はちょっと低いかな、12は。次、13。13は、まあ一応可能性がある。まあ2回前に出てんねんけど、また来る可能性があるから13入れて、次14。14も出る可能性はあるというか高い。14は比較的引っ張りが多いから、ロト6もロト7も。だから入れて、次15。15もあるよな。5から15っていうパターンと、あと、14から15というパターン。これも可能性があるから入れて、16やけど、16もあるか、6から16っていう桁違い。桁違いで、来る可能性があるんよな。だから16入れて、そして17。17は多分ない。そして18は、少し前に4回連続で確か出てたから、だから可能性は低い。19は29から19っていう桁違いで来る可能性はあるから入れて、次20。20はないかな。この当選数字から見て予想は難しい。21。
21は来る可能性がある。11と31が出てるから桁違いで。21来る可能性があるから入れて。22は多分ないかな。22は引っ張りと、あと23から22っていうパターンが多いから、僕的には22はない。次23。23はめっちゃ最近2回前に出てるからないと考えて、24。24もこの数字からは、桁違いの14出てるから可能性はまあなくはないか。なくはないけど、僕的には24ないんよな。次25。25はこれで予想するのは難しい。25は15から25というパターンが多いから、ちょっと難しいな。次26は2回前に出てるからないと考えて、27もこれは多分ない。そして28。28はロト7では出てる回数がやっぱり圧倒的に28は少ないから可能性は低い。次29。29は引っ張りで来る可能性は一応あるから入れて。そして30か。30は、31が出てるから、31から30というパターンやねんけど、どうやろうな。でも最近30出てるからないか。2回連続で出てるから、30はちょっとないかな。次31。31も2回連続で出てるから可能性が低い。そして32。32は出る可能性があるから入れて。33は、まあ、ないかな。この数字から見たら。34。34は24から34っていうパターンが多い。34の数字の出方。でも24出てないからな。可能性は低いかな。35。35、ないと思う。36、なし。37は2回前に出てるけど、1回置いてまた来る可能性があるから37入れて、正直予想がめっちゃ難しい。候補数字が2、11、10、3、14、15、16、19、21、29、32、37。一応この中から7個選びたいと思います。正直、2回連続1桁が3つ以上出てるから、1桁出ない確率が高いに違うかなって正直思ってます。3回連続1桁が多く出てるのって確かロト7はなかったから、だからもし、一桁出たとしても二つ違うかな。二つ以上は出ないと思う。二つは可能性はあるけど、三つ以上は多分ないに違うかな。僕が予想し始めてからは一回もなかったから、まあとりあえず予想したいと思います。可能性がある数字。やっぱり14か。14は引っ張りが圧倒的に多い。見たところ14は圧倒的に引っ張りが多いから、これは入れて、次はその続き数字か。15。この15も可能性があるよな。出る可能性。よいしょ。14から15。可能性があるから一応入れようかな、15も。よいしょ。一応ちょっと過去の見てるけど、正直今回はかなり難しいから、一応入れとこうか、15。
入れて、二つ目15入れて、次がどうしようかな。11か、引っ張りで。11から11。11は引っ張りが多いから、それにここ最近本数字では全く出てないから来る可能性がある。だから11を入れて、3つ目11。そして、あと10番台で出るとしたら16。6から16っていうパターン。16はもう最近出てないからな。来る可能性はある。だから16も入れて、5つ目が、ここが難しいよな。31は2回連続出てるから多分ないと思うね。出るとしたら37。37は1回おきに何回か出てるから入れとこう、37。5つ目。そして32。31から32っていうパターン。これも何回かあるから、32入れて、12345、6。あと一つ。あと一つは21か。11から21っていう桁違い。正直、19も迷ってんけど、19、29と21。この3つの数字で迷ってんけど、一番可能性があるのは21かな。だから21しよう。今回かなり難しいから、正直、どうしようかなってめっちゃ考えてる。一桁5つだからめっちゃ悩む。二口目。二口目はどうしよう。2は来る可能性があるか。この前出てないし。一つ目に入れて、二つ目がやっぱり14。引っ張りで来る可能性があるから入れて、三つ目が、19、29から19という桁違い。これも可能性はあるんよな。だから入れて。そして、4つ目が13か。14から13というパターン。13は、出てる回数がやっぱり多いから、入れようか。1、2、3、4、13入れて、1、2、5つ目が、どうしようかな。13、14、19と、難しいけど、11？ 11 の引っ張り？来る可能性があるから入れて、1、2、3、4、5。あと2つ。2つはどうしようかな。めっちゃ難しいな。あと2つは37か。37はやっぱり来る可能性がある。そして最後。最後の数字が20番台1つ入れようか。入れるとしたら21やねんけど、29も可能性がある。どっちしよう。21しようか。21の方がなんか来そうな感じがするもんな。一応この2口、1回目は。正直、今回のロトセブンは本当に難しい。一桁5つ出てるから、次一桁多く出んのか、全く出ないのか。
あと10番台がどれぐらいで出るかとか、めっちゃ悩む。一応頑張って予想したけど、かなり難しいな。一桁5つ出てるからな、この前。それでは発表します。一つ目が11。これは引っ張りで、二つ目が14。これも引っ張り。三つ目が15で続き数字。四つ目が16で、これも続き数字で。5つ目が21、桁違い。6個目が32、31が32というパターンで、最後の数字が37です。2口目が2、2つ目が、11、3つ目が13、14から13というパターンで、4つ目が14、引っ張りで、5つ目が19、そして6つ目が21で、最後の数字が37。正直、自信があるのは、どれやろう？ 14、15、37、21。この4つかな、一口目は。二口目は、14、13、37、21。この4つ。しゃあ。一応頑張って、二口。一回目やけど予想したけど、かなり難しい。今のところ、ロト6よりも、はるかにロト7が難しい。多分一桁、多くは出ないと思う。3回連続は、一回もなかったから、僕が予想し始めてからは。だから、出ても2つまでやと思う。一桁。もし、出るとしたら。まあ、また、木曜か金曜か、そのあたりに最終確認するけど、数字変更するかな？かなり難しいから。まあ、とりあえず、今日は一旦予想終わりたいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。